疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それで今日の話も気が弱い役だ。たけちゃんの大逆転劇の話をしたいと思います。プライベートの動画でも言ったんですけどね、たけちゃんはものすごく気が弱いんですよ。ヘタレなんですよ。でも、ものすごく優しい人間なんですよ。そのね、ヘタレの優しいたけちゃんが、なぜ、ヤクザになるのか。これはね、高校まで遡るんですよ。たけちゃんとこは、まあ貧しい家庭でね、兄弟も多くて、貧しい家だったんですよ。それで、高校までは一応行くんですよ、たけちゃんは。それで、中学校からね、もうアルバイトして、家にお金を入れて、家の生活を支えるんですよ。それで、高校の時に、オーダーメイドで、カーペットとかね、カーテンとか、そういうのを販売する会社にアルバイトで行くんですよ。そこのね、アルバイト先で、ものすごく頑張るんですよ、たけちゃんは。夜遅くまで仕事してね。そしたらね、そこの会社からものすごく可愛がってもらうんですよ。よく頑張るから、たけちゃんは。それで、社員並みの給料をもらうんですよ。頑張って頑張って仕事してね。それで、高校出た時に、そのまま、そのオーダーメイドでカーテンとかね、カーペットを販売する会社に就職するんですよ。たけちゃんは。それでそこでまたね、頑張るんですよ。頑張ってね、朝早くから夜遅くまで、みんな帰っても一人で仕事するんですよ。それで21とか2とかになった頃にね、社長から、うちの2代目になってくれへんかと。会社を引き継いでくれへんかと。そういうふうに言われるんですよ。それで、たけちゃんは世間知らずだからね、他を見てないから、その会社しかわからないんですよ。それで、俺が社長かと。俺がここの社長になれるんだと、舞い上がってしまうんですよ。それで、21歳で、そこの社長になるんですよ、引き継いで。その時に、2億円の借金もついてくるんですよ。会社が抱えてる負債ですね。それをそのまま、引き継ぐ形で、2代目の社長になったわけなんですよ。当時はまだね、需要があったんですよ。そういう、オーダーメイドのカーテンとかね。オーダーメイドのカーペットとか需要があったんですけど、だん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 やっぱりなくなってくるんですよ。そんなことは最初の社長、初代社長ね、その人も分かってきてるんですよ。業績が悪くなってきてるっていうのは分かってるんですよ。だから借金も全てたけちゃんにね、そのままかぶしてきたわけなんですよ。それで2年か3年ぐらい一生懸命やるんですけどね、資金調達がやっぱりできないんですよね。そうなってきたら、その時にはもうすでに借金が3億近くなってるらしいんですよ。元々の2億と、それからまだ1億近く借金が増えてるんですよ。そのね、増えた借金の中にはね、ややこしいとこからも借りてるわけなんですよ。まあ、闇金に近いような、そういう業者からもね、お金を借りてるんですよ。それで頑張るんですけど、もう無理やと。これ以上どうもできないと。そうなって、たけちゃんはね、飛ぶんですよ。飛んで、あるパチンコ屋に住み込みで働くんですよ。それで、一生懸命まあそのパチンコ屋でも働くんですよ。でも給料が安いんですよ。その時にはまだ、お金をちょっとずつでも返していってるんですよ。たけちゃんは気が弱いし、優しい人間だからお金を返してるんですよ。パチンコ屋からもらった給料から。でも住み込みだからね、食べることと泊まるとこは確保してるんですよ。だからあと、お金なんかもう、あってもなかってもいいわっていう感覚で返してたらしいんですよ。そんな時ね、あるお客さんと仲良くなってね、ご飯食べに連れて行ってもらったりとか、そういう関係になるんですよ。そしたら、そのお客さんは、いい代を教えてくれと。わかるやろうと。それで、たけちゃんはね、バカだから、店長のノートを見たりしてね、いい代を見つけ出すんですよ。それを、そのご飯とか連れて行ってくれてるお客さんに教えるんですよ。それで小遣い2000円とかね、3000円とか小遣いもらって、
それも返済に当てていくんですよ。それがね、もちろん店にバレるんですよ。そら、いいだよね。毎日同じ人間が映るんですよ。そら、店にバレるんですよ。それで、タケちゃんやってことがバレて、クビになるんですよ。そのことをね、パチンコのいい台を教えてた人、その人に言ったら、わかったと。俺にも責任があるから、俺が生活の面倒を見てあげようと。まあそういう風に言ってもらうんですよ。でも、その人はね、ある関東の組織の人にくっついてるわけなんですよ。現役のヤクザしてるわけじゃないんですけど、まあヤクザの真似事みたいなことをしてる人だったんですよ。それで、シンナーを売りに行ったりね、まあ時には覚醒剤を売りに行ったりとか、そういう商売をさせられるんですよ、タケちゃんは。でも、ちゃんとお金をくれるらしいんですよ。その、パチンコの台を教えてた人じゃなくて、その先の現役のヤクザの人がね、ちゃんと毎回お金をくれるらしいんですよ。それで、タケちゃんはもともと頑張り屋さんだから、朝から夜までね、頑張って配達するんですよ。シンナー持って行ったり、タイマー持って行ったり、覚醒剤持って行ったりね、まあ薬物の販売をするんですよ。一生懸命やったらね、パチンコ屋の給料よりお金がいいらしいんですよ。それでね、そういうお金も返済に当てるんですよ。タケちゃんは真面目だから。そうこうしてたらね、パチンコ台を教えてたでしょ。その人に、ちょっと悪いけど、ここでお金借りてくれへんかとか、ここでこうしてくれへんかとか、まあそういうことを言われ出してね、お金をまた借り出すんですよ。闇金から。それで、誰々の養子になってくれへんかとか、名字変えて、また違うところでお金借りたりしだすんですよ。それでまた借金がね、膨らんでいくんですよ。タケちゃんは、まあ、いいように利用されたんですよね。そのパチンコ台教えてた人に。それで、そのね、パチンコ台教えてた人の先のヤクザに、そのことをタケちゃんが相談したんですよ。実はこういうことで、お金いっぱい借りさせられてると。でも、1円も返してきてくれないと。10万円借りたら、10万円そのまま渡すと。でも、返済日に1円も返してくれないと。まあそういうことをね、相談したんですよ。そしたら、わかったと。ちょっと待っとけって言うてね、その人間を呼んだらしいんですよ。それで、タケちゃん見てる前で、バチバチに焼きを入れてね、お前何やってんだよって言うてね、バチバチに焼きを入れたらしいんですよ。そのヤクザがね。それで、今後、一切、こいつに関わるなと。今日からこいつは、俺の射程やって言ってね、その日、タケちゃんはヤクザになるんですよ。タケちゃんがヤクザになるって決めたわけじゃないんですよ。そのパチンコ台教えてた人の先のヤクザが勝手にタケちゃんを射程にしたんですよ。それでタケちゃんがヤクザデビューするんですよ。それでね、その兄貴分になった人、その人がある程度ね、タケちゃんの借金の整理をしてあげるんですよ。お金を払ってあげるわけじゃないですよ。ヤクザになったから取り立てできるもんなら取り立てしてみとかね、まあそういうことを言える時代だったんですよ、まだ当時はね。それで、ある程度、タケちゃんに追い込みが来なくなったんですよ。それでもタケちゃんはね、その一番最初のオーダーメイドのカーテン屋、そこのね、借金をちょっとずつでも払っていくんですよ。ものすごく迷惑かけたと、申し訳ないという気持ちがタケちゃんの中であるんですよ。それでね、仕事はね、相変わらず、シンナー持って行ったり、覚醒剤持って行ったり、そういう配達の仕事をさせられるんですよ。でもそれなりにお金になるから、タケちゃんは嫌な思い一個もしてないんですよ。その兄貴分にね。でもある時、兄貴分が逮捕されるんですよ。逮捕されて、懲役に行っちゃうんですよ。そこからね、タケちゃんは貧乏のどん底に入っていくんですよ。兄貴分のまだ上に兄貴分がいてるんですよ。兄貴の兄貴ですね。その人間にいいように使われるんですよ。それで、住むとこもない、何もない、着る服もないとこまでね、どんどこに落ちていくんですよ。でもその兄貴分が出てくるまでは頑張ろうと、頑張って兄貴を待とうと、そういうふうにタケちゃんは考えてね、一生懸命するんですよ。ちょうどね、タケちゃんがお金がなくてどんどこの時に、自分らの知り合いがタケちゃんと知り合うんですよ。そのヤクザ関係でね、その感度のある組織の関係で知り合うんですよ。それで貧乏してると、3日間何も食べない日もあると。まあ、そんなことを聞くんですよ。
それで自分らがねよく食べてた食堂、この前も渡るの話の時にね出た食堂があるんですよ。いくら食べても1万円、少なく食べても1万円のその店があるんですよ。そこにね連れてきたんですよ。それでいやこの人間貧乏せんねんと、一緒に飯ここで食べてもいいっちゅうでね友達が言ってきたんですよ。それでいや全然いいよと、食べて食べてと、ごちそうさせてと、いくら食べても寝ない人だからねごちそうさせてっちゅうて、まあそういう感じになったんですよ。そしたら一応ねタケちゃんも役立してるから胸張るんですよ。でも自分らはそんなノリじゃなかったんですよ当時ね、もっと軽かったんですよ。それでそんなこと気にせんと、食べて食べてと、好きなもん食べてくださいと、まあ、そんな感じだったんですよ。それでタケさんもありがとうございますって途中で食べ出したんですよ。お酒もちょっと飲んでね、そしたら目に涙を浮かべてるんですよ。おいしいおいしいと、久々に人のぬくもりを感じたみたいなことを言うんですよ。そしたらね酔っ払ったねまっちゃんが入ってきたんですよ。当時連れてた射程と二人でね、その射程もね出来が悪かったんですよ。まっちゃんが連れてた射程ね、当時その人間と二人入ってきたんですよ。それでタケちゃんを初めて見るわけなんですよ、まっちゃんは。それでねそのタケちゃんを連れてきた人間、その人間がまっちゃんに、あまっちゃん紹介しとくわってあのどこどこ組のってこうまあ言い出したんですよ。そしたらまっちゃんがお前大丈夫かとタケちゃんに向かってね、初対面ですよ、お前大丈夫かと、お前の目死んだ魚の目してるぞと、大丈夫かと、生きる気力あるかと、大丈夫かっつってね、こういう失礼なことを言ったわけなんですよ。それでねタケちゃんを連れてきた友達がまっちゃんにいろいろ説明しだしたんですよ。その高校のオーダーメイドのカーテン屋の話からずーっとしだしたんですよ。タケちゃんがその前にその人間に言ってるわけなんですよ、自分らの友達にね、こういう生い立ちやと。そしたらまっちゃんがよっしゃ分かったと、俺がいろいろ教えたろと、ヤクザのノウハウを俺が教えたろと、だからこれから恐喝行くのもこういう風にやれと、こうせえと、全部俺が教えたろから俺のことを師匠と呼べみたいなね冗談を言ってたんですよ。でもタケちゃんは真剣に聞くわけなんですよ、そのまっちゃんの話もね。それで自分らも冗談でこういうことやったら儲かるよ、ああやったら儲かるよと、まあ冗談でね、いろんな話してたんですよ。でもタケちゃんは全部真剣に聞くわけなんですよ、真面目な顔してね。それである時ね、タケちゃんの事務所がよその組織と揉めるんですよ、あることでね。でもタケちゃんのところの事務所の人間ってそういうことをしないんですよ。トラブルになっても走るような人間がいないんですよ、人数も少なかったしね。よっしゃ俺が男になろうっていう人間が誰もいないんですよ。そんなある日ね、タケちゃんとこの組織の親分の乗ってる車が襲撃されるんですよ。まあ襲撃されるって言っても道具使ってどうのこうのじゃないんですけど、止まってるとこを金属バットでバチャンってやられるんですよ。それをやられても誰も動かないんですよ。それでね、誰がタケちゃんに何を言ったのかわからないです。それはもう皆さんの想像にお任せします。タケちゃんがね、相手の組織のね理事長、まあ相手の組織もそんな大きい組織じゃなかったんですけど、そこの理事長、その理事長をね金属バットで襲うんですよ。その時に止めに入ったサラリーマンがいてるんですよ。そのサラリーマンも一緒にタケちゃんを殴ってしまうんですよ。それで後日タケちゃんは逮捕されるんですよ、その件でね。それで調べね、結構きついんですよ。お前自分の親方から行けって指図されたやろと、そういう風に警察はしたいわけなんですよ。でもタケちゃんは泣きながらでもね完黙したんですよ、完全黙秘したんですよ。それで起訴されて保釈申請事務所がしてくれたんですけど、保釈が効かなかったんですよ、完黙してるからね。それでも執行猶予がもらえたんですよ。執行猶予でタケさんが出てきてもね、まだその組同士のトラブルが続いてたんですよ。大きいねやり合いはなかったんですけど、細かい小競り合いみたいなことがあったんですよ。それで出てきて4日目か5日目ぐらいにね、タケさんがまだ動くんですよ。これも誰かが生かしてるんですよ。生かしてるというか、こうした方がいいよと、ヤグラはこうするべきやと、これをやれと、まあ誰かが空気入れてるんですよ。
その誰かはご相談にお任せします。申し訳ありません。この続きはまた明日喋りたいと思います。この後の事件からタケちゃんの人生がゴロッと変わってきます。ということで、この続きはまた明日喋りたいと思います。